どうも、いっくん TV ご覧の皆様、伊藤一郎です。実はですね、私焦ってます。これから、ELT のライブです。あと5分後ぐらいか。受けにまーす。23周年の記念のライブで、今、ここは中野サンプラザです。のどかに見えますよね。でもね、これからちょっとね、まあ、1日限りの、このアニバーサリーライブを、会場にいるみんなと楽しみたいと思います。ちょっといろいろ思うところはあるんですけど、ちょっと時間が迫ってるので、ちょっと私これから行ってきますよ。いいっすか？じゃあまた。いやー、ただいまアンコール終わって楽屋に戻ってきたところなんですけど、いやー暑かったですね。まあここは会館なんで、客席とかステージはエアコン効いてるんで、その屋外のステージとかよりはだいぶ涼しかったと思うんですけど、それでも結構暑い時間を、会場のみんなと共有して、やっぱ周年のライブっていうのは感慨深いもんがありますね。すごい、僕もそういう今までの昔の曲をやってて、その一曲一曲なんか音を出すために、ああこれ出した時こんなことがあったなとか、いろいろね思い出したりしてました。最高の一日僕にとってはなったので、まあおそらくね、会場に来てる人もそうであったらいいなと思ってます。ウィス。ありがとうございます。